You team! 真のチップです。さっきの真のチャンネルは、あれ？いつかもう一つ、ここに誰が来るんでしょう。早見もこみちか。もこみキッチン M's テーブル。シンゴチャンネルにね、誰かが遊びに来てくれるのは初めてです。すごく嬉しいです。オッケー。で、モコちゃんと何をするのかっていうと、モコちゃんと一緒にスニーカーにね、一緒に絵を描こう。見たの、ニュースで。早見もこみち、スニーカーにイラスト、大反響みたいな。すごい可愛いから、だから僕も絵描くの好きだから、モコちゃんと一緒に絵描こうかなと思って。なんだけど、今日はシンゴ人初めてのドッキリに挑戦。もこちゃんにね、これでもかっていうぐらいドッキリを仕掛けていきたいなと思って、だからここに風船が用意したんだけど、ドア開けたらバーンってなって、このあったら、うわ、なにゴリゴリちゃん、うわ、ダメ、この時期だからいそう。あとここのこのペン、これいつものほら、これも新種、シンゴチンにも免疫がないボールペンタイプ、ちょっとスニーカーのさ、下書きでも書こうよなんつって、あ、いいっつったら、ドンペン、すごい良さそうじゃん。ちょっとやってみたいな。チェックだ。こんな感じでね。これじゃ通れないもんね。もうちょっと開くわけよ。ゲストです。もこちゃんでーす。一発目ね。先輩、お久しぶりです。まあまあ座ってよ。あ、ありがとうございます。座ります。壊れてるよ、もう支えろよ、俺の体重で。季節ですね。この辺にしようよと、こち亀でね、もこちゃんとはご一緒したから、りょうさん、もこちゃんにバレないようにここつなげられるかと。きで、最後にこれ、うわ、おいしそう。もこちゃんのね、お誕生日が近いみたいなんで、最後にね、ケーキをプレゼントしようかな。そんな感じに、しんごちんのドッキリもこみち開幕です。今夜のシンゴチャンネルは、シンゴチャンネルに初めてのゲストが来ていただきました。早速お呼び申し上げましょうか。はい、もこみちさんです。よろしくお願いします。ちょっと待ってください。あ、そのまま動かないで。おっと、そのまま、右回転のまま、もう一度ドアの外に逆回転、逆回転、そっち、そっちじゃない、こっち、こっち、ちょっと、あ、戻るんですか。もう一回戻ってください。どういうことですか。一回戻る。はい。で、これを一回閉めます。閉めます。閉めました。はい、それでは行ってみましょう。もこちゃんです、どうぞ。あ、ちょっと待った。あ、どうも。すいません、もう一度、もう一度やらせてください。すいません。シンゴチャンネル初めてのゲストということでね、この後呼び込みますんで、勢いよくドアをバンと開けちゃってください。本日のゲスト、もこちゃんです。よろしくお願いしま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 す。おおおおおおお、そういうことだったんですね。ドッキリですか。僕もちょっとドッキリ初めてです、今。あ、そうですか。はい、どうぞどうぞ。まあ、はい、わかりました。これもちょっと先輩に、香取さんに書いて。そうですよ、しんごちん書きましたからね。もこちゃんです、よろしくお願いします。もこちゃん、はい、どうぞどうぞ、はい、どうぞ。ブーブークッションってやつですね。
まあまあ、こんなね、ちょっとお遊びで、はい、すみません。ありがとうございます、すみません。いつも、エムズテーブルで料理を毎回作ってるので、うん、もこちゃんの YouTube はいつからやってるんですか？9月とか10月で1年ぐらいになりますので。大先輩じゃないですか。何おっしゃいますか、そんな。シンゴシンは1月の1日からなんだよ。いつも見てます、僕。まだ半年。本当ですか？はい、見てます、もちろんですよ。僕も勉強させてもらってるんで。何の勉強ですか？僕のものですよ。この料理の。なんかゲストも初めてになるんですか？そうですよ。一発目僕で大丈夫ですか？当たり前じゃないですか。早見もこみち以外に誰がいますか？いないですね。いないでしょ。もうそのトップ YouTuber ですから、草薙とか来てくれないんですよ。このレベルに降りてきてくれない。もこちゃんとこち亀でね、りょうさんと中川、はい、中川で、あとカリナさんが玲子役で。そうだね。一番覚えてるのは亀有のもんじゃで、なんかそのお店の時に、本当にカリナちゃんを何度も誘ってて、3人でチームって感じだから、一度ぐらいね。そうですね、やっぱりぜひ共演者はみんな一度ぐらいは。僕あんまり行かないんだけど、なんかやっぱり量産的な感じで、現場のすぐ近くでちょっと一杯飲むかと、行けますよ、じゃあ行こうかって。でカリナさんに行きますかっていうことも聞いたんですけど、来てくれるかなと思ったら、ちょっと明日朝早いんで。モコちゃんがカリナちゃんに食事を誘うのを俺は遠くから見てて、こうやって言ってモコちゃんどうだった？なんか明日早いみたいな。僕もやっぱり強く押せない部分があってですね。そうだね、毎回その下りがあった後に二人きりでこう、お疲れって言ってね、しっぽり。そうですね。ということでね、はい、なんかモコちゃんがほらスニーカーにイラストをしてるのをネットニュースとかでも見たよ。ステイホームの中だよね。あ、そうなんですよ。なんかできないかなと思って、うん、まあ、スニーカーが、まあ、僕も好きなので、うん、ちょっとなんか絵描いてみようと思って絵を描いたんですよ。もともとスニーカーに絵を描くはやってたの、はい、小学校とかの時にスニーカーが好きでちょっと絵も描いたことがあったりとかして、うん、でもあんまり知識がその時なかったんで、うん、今はこれいろんな塗料とかそういうのでこう塗ったりとか、まあ、元々その料理のイラストとかレシピ描くときは絵を描くので。へえ、かっこいい。絵も描くの？たまに描きますね。今日着てきてたのがあるんですけど。ちょっと初めてのあれなんですけど、背中？はい、後ろ。何それ、ジョーカーじゃん。何？こういう感じで。すげえじゃん。本当ですか。ボタンとかもちょっと変えて、ジョーカーなんで、ちょっとボタン屋さん探してこういうヴィンテージ風のコインにしたり、ちょっと宝石っぽい感じのやつを。どうしたの？もうどこまで才能を開花させんだよ。もう料理だけで勘弁してください。じゃあちょっと今日も描こうよ、一緒にスニーカーにね。はい、こちらのスニーカーなんでね。はい、こちらで。はい、うん、よっ、はい、こちらのスニーカーに2人で描きます。描きます。ちょっとこの辺に、はい、ペンはどこかな。あ、ペンこっちです。そうだね、ペンそこだね。一回これか、置こう。はい、これは開けるとなんとスニーカーです。スニーカーに、はい、今日は二人で絵を描いて遊びましょう。一回置きましょう。はい、うおー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 うおだっとどうなったんですか今。発見まで投げいつあったんですか。ずっとあった。ずっとあったんですか。もう途中俺の中でこれ逆かと、これ
って実はモコちゃん知っててずっと気づかないみたいなのやられてんのかと。すいません、本当に分かんなかったです。全然こっち見てなかったです。じゃあまずさ、はい、下書きをちょっとしようか。あ、はい。ちょっとまた何かあるんじゃないかなと思って確認しちゃったんですけど真っ白かな。真っ白だよ。何もないです。よし、行こう。ほうほうほうよし、またあったんですか。いや、抜群だったの今。これがまさかのビリビリペンってやつですか。そうだね。お初でございます。わー、お初。僕はね、マジックタイプの方をやったことがあるんだけど、これは僕もない。どれぐらいの威力かちょっと試してみてもらっていいですか。いやいや、俺はもう慣れちゃってるからなんてことないよ。じゃあマジで本気出すわ。はい。あんなリアクションしないから。あ、じゃあもう下書き始めちゃうよ。押して。あ、ぜひお願いします。はい、つけろ。はい、つけろ。はい、つけろ。そういうところがさ、なんだグッと動きましたね。よし、じゃあ下書きいらない、書こう。そうですね。うん、感じたことを。そうそうそう。もうさすがに大丈夫ですよね。大丈夫だよ。大丈夫ですよね。大丈夫。なんかテーマとか決めますか。フリーでいいよ。フリーでいきますか。うん、汗がちょっとタオル、僕のタオルを。あ、もこちゃんそのまま続けといて。はい。さすがにこれペンないので。はい、それバレないように量産になるから。少しなじませて。いや、これバレないでしょ。もう気持ち悪いから、いらない。あっち、捨ててくれ。色のバランスがすごく素敵ですよね。そう。いや、本当に本当に。なんかなんか。はい。ダメだ。このペンがね、ちょっと合わないと思う。あのペン使おう。あ、なんかあるんですか。何のペンだ。ありました。あった。戻りましたね。え？先輩ですよね。眉毛がつながってる。かっけー！先輩なんか、いや楽しいよ。はい、人生いろんな経験してきて、はい、今この年になってこの眉毛をつなげて途中面白くなっちゃって俺何やってんだろうと思ってもう泣けてくるわ。もうちょっともうちょっと描こう。そうですね。可愛くなってきたね。楽しいですよね。これもこちゃん家で料理すんの。します、します。料理してみたくてすんのか。練習、実験、研究もありつつ、うん、もうなんかもう日課になっちゃってるので。もう好きなんだね、ほんと。先輩は作られないですか。でも、やられますよね。面白い。時々友達来たりした時に、ほんと時々パッて作るとみんなびっくりする。すっごいできるから。やっぱさ、
20年以上毎週、はい、最高の料理教室に20年通ったみたいな。いやすごいですよね。ものだから僕もいただいた時は本当に感動してめちゃめちゃ美味しかったです。本当にアンケートいただいたんで、その時にどういうのが好きかとか味のそのレベルまで、例えば濃い味とか薄味、アンケートめっちゃ見てるからね、はい、2週間ぐらい前にはもうアンケートもらって、アンケートを元にメニュー考えてたからね。こうみんなでこう打ち合わせをして、そうすごい料理してたよな。ステージで華やかな衣装で歌って踊るっていう、それだけを描いてたはずなのにさ、なんですげえ料理したんだろう基本早見もこみちにハマってるんだけど、早見もこみちにハマった僕の最初は、はい、料理本なのにシャワーシーンがあった。こいつ何なんだと。シャワー裸で、ね、前代未聞のいなくなったんだよ俺も。すいません、毎回先輩にお渡しするたびに、うん、あれあれってなんでないんだ。何やってんのと、はい、何料理してんの本当の料理の人になりすぎたかなぜひね皆さんのもこみち早見のねホームページを見てほしい。いろんなグッズとかのね、はい、驚きのラインナップですから、超面白い。先輩からあの教えていただきました。家電屋さんでブースになったっつってなんか普通に目に貼ってみたらもこみち早見、マジでこのカーテンぐらいの幅でもうブワーってグッズが、はい、よし、こんなとこかな。あ、もういい感じですか。うん、じゃあ俺はちょっと、あら、ハッピーバースデーもこちゃん、ハッピーバースデークーラーハッピーバースデーもこちゃん、はい、ハッピーバースデートゥーユー。ないですよね。何のこと？いや、またなんかこれがこう下からこうポンってこうなるとか。あ、時間がもう、あ、大丈夫ですか。あ、じゃあいきます。何もない ありがとうございます。いや、びっくりなんですけど、みんなね、お誕生日ということで36ですね、はい、もう36からまたさらに僕はあのちょっと料理の方でスキルアップしていこうかなと。そろそろ役者になってもらえますか唯一あの言ってくださるのはもう香取さんだけなので、もう 言ってもくれなくなったそうだ、書きましたか。あー、いいじゃん。ちょっと串に5なんじゃない？そうです。あ、ほんとだー。ほら、4、0、5で。僕もね、実は。もっこ。1。どこですか？ちょめちょめほーい。最初はちょめちょめ。あっち向いて。ほい！この動画良かったら高評価、グッドボタンよろしく。そしてしんごちん、もこちゃんのチャンネルの方にも出演させてもらってます。そっちも見てね、普通の眉毛でしんごチャンネルのチャンネル登録もよろしく。インスタ、ツイッター、アメブロ、いろいろやってます。説明欄からフォローしてください。最後までご視聴ありがとうございました。最後はみんなでせーの、グバイ、チャッすげえ眉毛な本当っすね、ホゲー。ユニクロ 4XL です。オンラインで自分で買ってますもこちゃん T シャツ完成。